私の名前は静香。貧乏な家に生まれ、母と姉によってヤクザの猫岡組に売られてしまった。借金の型にされると思いきや、なんと若頭の明さんと結婚することになって。どうぞ召し上がってください。お、お味はどうですか？ああ、悪くない。最近分かってきたんだ、アキラさんの悪くないは美味しいってことだって。何笑ってんだ。アキラさんとの結婚生活は思いがけず穏やかなもので、母と姉に虐げられてきた私に平和と安らぎをもたらしてくれた。翌日できた。アキラさんの子分さんたちとも仲良くならないと。また取り立て失敗した。これじゃ怒られちまうよ。いや全くだぜ、俺もどうにかしねえとな。なんとかなんねえか。あの、あ、姉子どうかしやしたか。もしかしてまたあのクソ親子が金をせびりに。違います。じゃあ他に締めたいやつでもいるんすか？それなら俺らがすぐに。だから違いますってば。今日は皆さんに差し入れをお持ちしたんです。クッキーを焼いたので、よかったら召し上がってください。クッキーっすか。うわ、しかも姉子の手作り。うわ、はい、お口に合うか分かりませんが。やったぜ。おーい、みんな、姉子が手作りクッキーを持ってきてくれたぞ。え、マジで手作り？うわ、うん、ま、これマジで激うまっすよ。プロみたいっす。姉子クッキー屋さんになれるっすよ。よかったです。ほら、どいたどいた。天下の猫岡組若頭アキラさんのお通りだぜ。うわぁ、見て見て、ウサちゃんの形のクッキーだ。今紅茶を入れますからね。俺、ミルクたっぷりでお願いします。はーい。おい、てめえら、アキラさんが華麗にお出まししてんのに何ほんわかしてんだよ。あ、兄貴、左遷。一体何の騒ぎだ。いや、それがですね、兄貴、静香の姉子がこんなにかわゆい手作りのウサちゃんクッキーを。いえ、差し入れをみんなで分けていたところであります。あ、差し入れ。はい、連日のお仕事で疲れている皆さんに甘いものでも食べていただきたくてクッキーを焼いたんです。まずかったでしょうか。かわいい。おーおーおー、なーにがウサちゃんクッキーだ。こら、この方はアキラさんの一番弟子だというマサさん。マサさんはなんというか、アキラさんのことを心から敬愛していて。てめえ、兄貴だけじゃなくこいつらにまで取り入ろってのか。そういうところがあざといってんだよ、この泥棒女。私のことを心から嫌っている。マサさんにとって私はアキラさんを騙して結婚した悪い女なんだろう。泥棒女。んまよ、文句あるってのか。俺の大事な兄貴を奪いやがって。おい、マサ。はい、何でしょう兄貴。黙れ。それから俺はお前のもんになった覚えはねえ。兄貴、そんな。悪かったな、こいつは口の利き方ってもんを知らねえんだ。いえ、あのよかったらアキラさんも召し上がりませんか。なもん食えねえよ。え、ざまあみろってんだ。兄貴はな、そんな女子供が食う甘いもんなんて食わねえんだよ。そ
後だったんですね。すみません。ったく、これだから新参者はよ。いいか、よく聞け。兄貴のこの強靭な体はな、ステーキとワインだけでできてんだよ。え？ったく、バカが。行くぞ。うん、やーい、バカだって。バカバカ、ざまみろ。バカはてめえのことだよ。俺、私、アキラさんの好みも知らなかった。翌日、アキラさん、今まで無理をさせてすみませんでした。あ、何の話だ。だって、食事はステーキとワインしか召し上がらないんでしょ。ぶっ、あれを信じたのか。え、違うんですか。あんなのはあいつの妄想だ。たく、マサの野郎、おかしなこと言いやがって。よかったです。あの、それじゃあアキラさんの好物って。兄貴、失礼します。なんだ。例の白いブーツが入荷したとの連絡が。何？場所はここです。わかった、すぐに行く。あの、アキラさん。悪い、話はまた今度だ。ちょっと出てくる。はい、いってらっしゃいませ。その鋭い目つきは、まるでこれ以上は近づくなと言っているようだった。何か危険な取引を。ううん、詮索しちゃダメ。黙ってこの人についていくって決めたんだから。私にできるのは、アキラさんを見守り支えることだけ。さあ、夕飯の準備をしないと。アキラさん、コーヒーたくさん残してる。え、この味。ん、大変、アキラさんたら忘れ物。これは。翌日。帰ったぞ。お帰りなさいませ。ああ、今日は力仕事ばかりで疲れたよ。お疲れ様です。疲れた体に、こちらはいかがですか。あ、じゃーん、特製のショートケーキです。あ、アキラさん、本当は甘いものがお好きなんですよね。どうして。だって、砂糖がたっぷり入った甘いコーヒーを飲んでいるでしょ。別に、海外では砂糖を入れるのが普通だからな。ええ、そうですね。イタリアではエスプレッソにたっぷりの砂糖を入れて飲むのがお約束。私も本で読んだことがあります。でも、これはごまかせませんよ。どこです、それは。入荷した例の白いブツ、調べたら、ここは月に数回だけ販売する幻のショートケーキが有名なお店でした。ああ、そうだよ。俺は根っからの甘党だ。ケーキもクッキーも大好物だよ。やっぱりそうだったんですね。でも、どうして嘘をついたんですか？私のクッキーを、こんなもん食えねえって。それは…その…嘘。嘘？ウサちゃんの形知ってたから。え？だから、んな可愛いウサちゃんの形してたら食えねえって言ったんだよ。おい、笑うんじゃねえ。だって、アキラさんがそんなこと言うなんて。顔に合わねえって言いたいんだろ。自分でも分かってるよ。いえ、すごく可愛いです。
アキラさん、私たち夫婦なんですから隠し事はなしにしましょう。私、アキラさんのことは何でも知りたいです。好きな食べ物、好きな色、好きな音楽、全部全部私に教えてください。ったく、お前はこの俺の心をいとも簡単に溶かしちまうな。え？ショートケーキ食わしてもらうよ。ちょうど甘いもんが食いたかったんだ。甘いコーヒーとな。はい。お味はどうですか？すごく悪くない。ところで一つ聞きたいんだが。はい、何でしょう。なぜ俺のコーヒーが甘いと分かったんだ？それはその、もしかして俺が残したコーヒーを飲んだのか？はい、すみません、つい関節キスを。バカだなお前は。んなことしなくてもいつでも直接してやるよ。アキラさんとの平穏な生活は時々甘くてとっても刺激的です。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくね。